風の赴くままに。 行こう。いざ。 いざ。 それ。 よ。 は。 は。 行こう。
行こう。風の行く先を。ゴマ。夜の幻言。風の赴くままに。風を知れ。いざ風を知れ。お嬢様の仰せのままに。これ難攻不落。風の行く先を。行こう。姿を見。風を知れ。そこ。
くままに。お嬢様が倒れたらこの私が。風の流れる方へ。行こう。安全に気をつけてくれ。それはっ、ほっ、ふっ、はっ、せい、よっ、これ、ふっ、それ、た、よっ、それ。行こう、いざ。しっ、いざ。しっ、それ行こう。
いざ。しっ。神道の料理を食べにいらっしゃい。星とし。星とし、無事今日の。やつだ、キイチロウだ。行くぞ。よう、涼子、調子はどうだ？おかげさまで、よければ。あいつ、どんどん離れてくぞ。早く追いかけよう。あいつ、どんどん離れてくぞ。ええ、まだ払ってないやつは。そうだな、万国商会の奴らをもっと縛いておくべきか。あいつ、どんどん。ああ、今なんか聞こえたような。静かに、見つかっちゃうぞ。俺の聞き間違いか。おっと、長いしすぎた。そろそろ。こんな場所に何をしに。何か埋めたみたいだぞ。見てみようぜ。これは帳簿。オイラはてっきりモラでも埋めたのかと思ったぞ。
あ、見せてくれ。これは間違いない。これだ。取引の記録が一つ一つ綺麗に残ってる。これで奴の罪を証明できるだろう。証拠も手に入れたことだし、まずはクリス会長にこのいい知らせを教えに行こうぜ。じゃあ俺はここで先に帰るよ。え、一緒に行かないのか。会長に会うのはまだ少し時間がいる。すまない。出るなってひねくれた性格だな。いざ。しっ。ありません。このままでは商売も損するだけで飢え死にしてしまいます。法令は法令、規則は規則。払うべきものは払ってもらう。言い訳は無駄だぞ。なあ、誰だお前。紹介の新入りか。お前の帳簿はもう手に入れた。それと隠してたものもな。転売して儲けてたことも全て公にさらしてやる。なんと、そうだったのですか。ずっと騙されてたのか。あの、社長、税金のことは俺は。帳簿を見せていただけますでしょうか。この帳簿にあるものと以前紹介が納めた税金の額は全て一致しています。間違いありません。慶次郎さん、もう何も言わなくて結構です。今はこのことをどう解決するかが先決。ふん、俺の弱みを握れたなんて思わないことだ。俺ったらちょっとだけ利益に目がくらんだだけで。そういえば奉行武士は誉れと名望を大変重んじると聞きました。奉行府からお咎めはなくとも、このことが露見すれば。おい、聞き捨てだなんぞ脅しか。それは俺を脅してるのか。いえいえ、ただあなたのような君子殿に汚点が残ってしまうことを心配しているだけですよ。じゃあお前が正しいということにしよう。で、どう処理するつもりなんだ。まだお手元に消化骨髄をお持ちですよね。それらを使い、これから先少しの間税金を立て替えてください。我々商人には状況を立て直す時間が必要です。それだけでいいのか。あれらは俺が一生懸命運んで大事に隠したものだ。それを見せました。いいだろう。お前の顔に免じてただでやる。面の皮が厚すぎる。そんなんで納得がいくもんか。俺の店はもう何日も閉まってる。全て友人の助けで繋いでいる状態だ。この損失の責任は一体どう取ってくれるんだ。ハリソン、もういいんです。これ以上は。搾取されるのはもううんざりだ。この件がそう簡単に終わるとは思うなよ。ハリソン、こんな場所で大声で叫ぶとは。法令に異でも唱えているのか。お疲れ様です、勝家組長。ああ、何を騒いでいる。その税金のことで少々。彼らの世話をしているというのに恩を仇で返されまして。何が世話だ。こんなの横領だ。必ず新助様にもこのことを知らせてやる。ほう、勘定奉行様の名を直接呼ぶとは。ふん、よそ者はこれだから規則というものを知らない。この商人どもを連れて行け。何か言いたいことがあるのなら奉行府で話してもらおう。まずい、このままじゃ。まっ
ったく皆さん、そんなに深刻にならなくても、何か相談したいことがあるのならお酒でも飲みながらにしませんか。誰だお前、誰がお前なんかと酒を飲むか。ここの顔役だぞ。私の名刺をどうぞ。お、これはシャブ業のものか。ふん、ここは勘定奉行の縄張りだ。いくらシャブ業の権能が高かろうと、離島のことに手を出す資格はない。その通りですが、ここは我々のお嬢様の顔に免じて。いただきたく、お二方も将軍様にお渡しされる上層の中でご自身の名前を見たくないでしょう。そのセンスは白鷺の姫君。非科の令状にご足労させるつもりはない。我々も余計なことはごめんだ。全て忘れよう。勝家組長、しかし行くぞ。いつか日を改めてお食事でも、その際は私のおごりですので、お二方ともどうかご遠慮なく。無視された。人付き合いに影響が出ることはしたくなかったんだけど。ありがとうございます、トーマさん。しかし我々のせいで、あなたと勘定奉行の間に亀裂が。さっきのは冗談だよ。こんな代価、些細なことさ。礼ならこちらの旅人に言ってくれ。彼が形勢を変えるきっかけを与えたんだから、今後はあの足軽たちも少しは態度を改めると思うよ。トーマ、お前さっき一体。ここは人が多い。場所を変えて話そう。本当にありがとうございます。いざ。勘定奉行はやはり骨の髄まで腐ってたか。そうだ、そろそろ本題に入ろう。何が聞きたい。いきなりそのことか。じゃあ改めて自己紹介しなきゃね。俺は鳴上島のシャブ業上里家に属している、白鷺の姫君の側近だ。なんだって、本当の身分をオイラたちに隠してたのか。そのシャブ業も三部業の一つなのか。ああ、シャブ業の上里家は祭祀活動や文化、芸術などを管理する家系だ。具体的な責務は俺にもわからないものが多い。そして俺はただ運よく上里家に迎え入れられ、白鷺の姫君という名誉を持つ上里家のご令嬢、上里彩香の世話を任せられている。白鷺の姫君、さっきの二人の反応からして稲妻で結構な有名人みたいだな。もちろんさ、礼儀正しく優しいお心を持つお嬢はかねてより稲妻のために敬愛されている。その名声は当代当主をも超えるほどだ。そう、彼女の兄上里綾人よりもな。お嬢は俺のような側近にさえ友人のように平等に接してくれる。心の優しいお嬢がみんなから好かれているのも納得がいくだろう。そこが重要な点だ。正直君たちに隠し事はしたくない。顔役という身分は偽装しようと思ってできるもんじゃない。俺は正真正銘1ヶ月もかけて離島にいる全ての人と顔見知りになり、北斗の姉子と仲良くなったんだ。たった1ヶ月で。すごすぎる。少し才能があっただけだよ。それにこれも全て君たちをいち早く受け入れるためだったんだ。今は鎖国令が敷かれているが、君たちがモンドとリーウェで活躍したことは稲妻にも伝わっている。君たちが稲妻への渡航を望んでいると知ったお嬢はその到着をずっと気にしていたんだ。それと同時に君たちが噂通り形勢を変える力があるかどうかもね。形勢を変える？さっきの試練では最後にいくつか予想外なことが起きたが、それでも君たちは
形勢を変えるきっかけを与えることに成功した。お嬢の期待通り、勢力の間に巧みに取り入り、人の心にある隙をついた。君たちが協力してくれれば、メガリレーは…予想外の展開だ。情報に間違いがあったか。そうか、それは理解してるよ。それに俺も君たちを導くって約束したしね。あれ、トーマがあっさりと受け入れた。ま、とりあえず離島での任務は終わったんだ。しばしの別れと行こうじゃないか。あん、そうだ、この招待状を君に。鳴神島に来たら、ここに書いてある木漏れ茶屋に来て俺を訪ねてくれ。それじゃ、健闘を祈るよ。トーマって実は結構いいやつなのかもな。おい、お、どうした？あ、そうだった。おいら、なんでそんな大事なこと忘れてたんだ。トーマも忘れてたのかな。まったく、どうりであんなにあっさりと言ったわけだ。離島を離れたら木漏れ茶屋に行って絶対にケリをつけてやる。とりあえず今は行動あるのみ。離島から出る関所に行ってみよう。この同点同点に。いざ。行こう。いざ。行こう。行こう。と。ふっ、よっ、それ、はっ。このような責任重大なこと。
お待ちを。通行証をお出しください。ちょっと鳴上島に急用があって。通行証がないのでしたらお帰りください。規則ですので。はあ、やっぱり旅人、なんか考えろよ。どうやったら外に出られるんだ。勘定奉行の偉い人に直接会いに行くってことか。うい、そいつの手下にはまだ文句が残ってるけど、やってみるしかないな。もしかしたらオイラたちを歓迎してくれる可能性だってあるしな。はっ、しっ。待て、ここは勘定奉行所、部外者は立ち入り禁止だ。オイラたち、勘定奉行に会いたいんだ。勘定奉行様は普段外国人になんて会わない。早く帰れ、さもなくば我々が。いや待て。あ、奉行様。この二人は遠くから来た賓客だ。そんな古いやり方はよせ。さあ来るといい。話は中で聞こう。へん、今の聞いたか。申し訳ない。私は柊木慎介、勘定奉行柊木家の当主をやっている。会えて嬉しい。今回会いに来たのは、その、まあそうせくな。せっかく有名な二人の旅人が来たんだ。そう焦って本題に入らなくてもよかろう。へへ、オイラたちって有名なのか。もちろんだ。風魔流を倒し、渦の魔人をも鎮圧するほどの実力を持った人間がこの世に何人いるというのだ。確かにな、おっしゃる通りだ。うんうん。それとリーウェコーでファデュイの計画を阻止し、決戦の最中彼らの執行官を倒したのは本当か。そんなことも知ってるのか。確かにハンターだぞ。やはり本当だったか。どうしたんだ。いや、なんでもない。ただ君たちを称賛しているんだ。お二人がこの離島に訪れたのは実に光栄なこと。かねてよりお二人は熱心な方だと聞いている。我々勘定奉行のためにちょっとしたお手伝いをお願いできないだろうか。いいぜ、遠慮しないで何でも言えよな。はは、よかった。それなら知っておられると思うが、リーゆえの山には精神と呼ばれる植物が生えている。オイラたちそれを取ったことあるから知ってるぞ。リーゆえに行って取ってきてほしいのか。ああ、新鮮な精神を300個ばかし取ってきてほしい。新鮮で取り立てのものだ。オイラの聞き間違いか。おっと、そんなに面倒なことであったか。そうだな。それでは島の手紙配送を手伝ってくれないか。それならいいぜ。全部で709通だ。おい、どういうことだよ。それって本当にオイラたちがやらなきゃいけないことなのか。はは、すまないね。しかし島は確かに人手不足なんだ。理由もありきたりだな。どうするんだ旅人、本当に手伝うのか。さすが旅人殿。では私は
返事を待つことにしましょう。本当にあんな依頼を受けるのか？おかしすぎるぞ。いざ。それ、行こう。お待ちを。え、オイラたちがどうかしたか？お嬢様からのお手紙があります。どうかお読みください。手紙？はぁ、見せてくれ。これって夜こっそり会いたいってことか？それにお前、このことに感づいてたみたいだけど、なんでだ？道理でなんかおかしいと思ってたんだ。夜になったら彼女に聞いてみよう。た、いいさ。やった。それ、よっ、へっ、やっ。私は柊千里と申します。お会いするのは二度目ですね。何卒よろしくお願いします。おー、本当に柊家のお嬢様だったんだな。いえ、そんなにかしこまらずに。あなたの噂はかねがね聞いております。そしてやっとこのような機会を得ることができました。お、なんか雰囲気が変だぞ。今回このように人目を忍んでお会いしたのは、この機会を逃せばもうあなたに話せないからです。何を話すんだ？そのお手紙を届ける依頼についてです。お前、やっぱりあの父親の娘だな。それしかないのかよ。いえ、お待ちください。お二方には私の代わりに鳴神島へ行き、天領奉行の次男の鎌治さんまでお手紙を届けてほしいのです。父上からはずっと連絡を反対されておりました。政治の面から見てもっと良い相手を望んでいるのでしょうが、私の心には鎌治さんしかいません。離島で父上に歯向かえる方はいないでしょう。しかしあなた方は鳴神島へ行こうとしておられる異教の方。そんな事情があったのか。もちろんその代わり、あなた方がここを離れるのを全力で支援いたします。どうか私を信じてください。実はあなた方が稲妻にいる限り、父上はあなた方を離島から出すつもりがありません。おう、それはオイラたちも感づいてたぞ。あんなことを依頼するなんて、最初から足止めが目的だったんだろうな。何日か前に父上と身分の高そうな女性が話しているのを見ました。異教の旅人をどうやって離島に閉じ込めるのか相談していたようです。父上が将軍様以外の方にあんなにかしこまるのを初めて見ました。そろそろ時間です。あなた方を外に行かせるための計画を話します。では関所でお待ちしております。手紙のことどうかお願いします。少々お待ちを。その貨物、渡積島まで送るのでしょうか？お嬢様、どうしてここに？おっしゃる通り、これは勘定奉行様から特別に命じられた貨物で、傷一つつけることなく
渡墨島まで送り届けなければなりません。どうかされましたか、お嬢様。であれば間違いありません。それについて父上が心配されているようで、私と手だれの方を付き添わせるよう手配しました。お嬢様が自ら運送を？あ、いえ、それはお手を煩わせてしまいますし、それにその手だれの方の身分も。時間がありません。遅れれば処罰があると父上から言われているはずですよね。お嬢様、おっしゃることはわかりますが、しかし。しかし何ですか？父上の気性はあなたたちも知っているはずです。私の身に何かあれば、あなたたちに課せられる罰は言わなくても分かっていますよね。あなたたちに私を完璧に守る自信があるのでしょうか。佐都さん、すごいな。人が変わったみたいだぞ。わかりました。お嬢様とご同行でき、とても光栄に思います。お嬢様の身の安全、命と引き換えにしてでも守ってみせます。新之丞、いいのか。ああ、お嬢様がそう言うんだ。部下はそれに応えるしかないだろう。しかし問題はそこじゃなく。もういいでしょう。早く出発を。もたもたしていると俗に隙をつかれてしまいますよ。わかりました。出発。行こう。いいさ、お下がりください。お嬢様、ここは私どもが。お前たちは下がってろ。しっせい。はっ。断罪の名において。いや、お嬢様を守るのが優先だ。ここはオイルたちに任せろ。お前たちは佐都さんのそばにいてくれ。風の行く先を。岩山八九。いざ。危ない、また攻撃が来る。千里様、私のそばに。ダイヤを奪ってやる。風を知れ。ふっ。風の行く先を。剣女盤石。前方にある村で少し休めるでしょう。お嬢様、大丈夫ですか？はい、ここまで来ればもう大丈夫です。旅人さん、あそこが鳴上島へ続く道です。天領奉行から稲妻全土で通用する通行証を特別に発行するよう鎌治さんに手紙で頼んであります。お嬢様。やっぱりそういうことだったのか。こんなことだろうとは思っていたが、新之丞、お前。いや、それはない。お嬢様はきっと考えあってのことだ。ですよね、お嬢様。そのお嬢様がおっしゃっていた鎌治というのは。もう隠す必要はありません。私の意中の人です。意中の人。おいおい、嘘だろ。新之丞、お前まさか。いや、なんでもない。なんとなく聞いてみただけだよ。俺がそんな夢みたいなこと思ってるわけ。
人とも心配しないでください。このことは何も知らないことにしておけば問題ありません。もし父上が咎めても私が全責任を負います。そうするしかありませんね。わかりました、お嬢様。でも千里さん、もし本当にバレたらどうするんだ？大丈夫です。父上は小さい頃から私を可愛がっています。ひどくても食事を半日抜きにされるだけでしょう。ご心配なさらないでください。あのじいさんにそんな一面があったとは。ではお二人ともお気をつけて、またいつかお会いしましょう。おう、またな、千里さん。ほら、さっさと貨物を運ぶぞ。何を詐欺込んでんだ。命を捨てに来たか。風を知れ、そこお道は。ちっ、刀の錆び込まれ。犯罪の名において、心に刻め込んだ。
風の流れる方へ。それ。やあ。風の行く先を。行こう。しっ。ほっ。それ。やあ。風を知れ。そこ。はっや。せい。風の流れる方へ。いざ。剣女盤石。相手を間違えた。風の赴くままに。断罪の名において。またか。しっ。風を知ら。はっ、うん、はっ、やっ。行こう。せい。し。それ。ふっ。いざ。行こう。やっ。と。やばい。風の行く先を。
よっと、はっ、いざ、や、行こう、いざ。行こう、いざ、し、いざ、行こう、し、風をしろ、ふっ、いざ、行こう、いざ、行こう、行こう、いざ、ずっとこのままならいいのにな。ほれ、た、せい、よ、ほれ、マイ、そこだ。かけっこしましょう。ゴマ、命を捨てに来たか。
姿を見せよ。ここまで、はあ、それせい。風よ、それ。行こう。いざ。行こう。いざ。行こう。それは。
いざ。星と深淵を
新人冒険者はいつも同じ過ちを繰り返す。行こう。新しい着物、うん、やっぱり小倉やね。いざ。行こう。これほど美しき景色を見れば、おのずと旅がしたくなるものであろう。